チャオあっちゃんです。あっちゃんに質問コーナー、チャオ第6回あっちゃんに質問コーナーの、第6部6弾、また同じ服ですっていうことは1日で6本目まで撮ってます。どんだけ喋りやねんっていう話やねんけどね。今日は子供ちゃんね、帰ってくるのが4時前やから、それまでに撮っとかんとほら撮れへんでしょ、まとめ撮りしとかんとねと思って撮ってますっていうことで、今日はキキちゃんからの質問からいきたいと思います。はい、あーちゃんの質問コーナーは、角砂糖みたいね。アリンコさんたちがわらわらと寄ってきたかって、かじりに来てますね。ほんまやね。はい。あーちゃんが甘くて美味しくて魅力的だからかし、あ、そうかしら。はい。楽しい質問だけじゃつまらないのかしら。質問コーナー、何でも答えますとは言っても、普通に動画鑑賞しているものから見て、あまりにも踏み込んだ質問や、ぶしつけな質問はどうかと思います。せめて自分に置き換えて、同じ文章で聞かれた時にどう思うか、そこまで踏み込まれても答えるか、自問自答していただきたいと切に願ってます。あっちゃん質問じゃなくて長文書いてしまってすみません。いえ、ありがとうございます。その通りでございます。多分ね、キキちゃんが言ってくれてる通りね、キキちゃんみたいにね、キキちゃんのように、やっぱりね、何事も自分に置き換えて考えられない人がこの世の中いてるんやと思う。だから、好きかって言って、同じこと言われたら、すごく傷ついて、私は言われたっていうね、被害妄想的なね、被害者意識バリバリな人の方が多いのよね。そういう人に限ってそういうね、ぶしつけな質問、失礼な質問、人の家族に踏み入った質問してくるわけよ。その人たちが逆に自分されて、ね、嬉しいかどうかなんて多分ね、頭の片隅にもなく書くんやと思う。まあね、世の中失礼な人がいてます。多数大勢じゃないと思う。多くの人はね、良識人は多いと思うけど、良識人じゃなくどこにも相手されない人が、あっちゃんはね、優しいから集まってきてんのかなってあっちゃんは思ってます。だからその人たちにも優しくお答えしてます。はい。って言うからね、余計集まってくるのかもわからんね。まあまあ、こうやってね、種まくからね、あっちゃんも。種違うね、餌まくから寄ってくるのかもわからんね。はい。無視するのが一番やとは言われてんだけどね。はい。ということです。キキちゃん、ありがとうございました。よくわかってくれてます。ありがとうね。はい。で、石坂まさみさん。あっちゃん、車は全部で何台所有してるの？レースカーも入れて。今所有してる車がどれか把握できてない。あっちゃん今ね、所有してるってカウントしていいのはね、まあ、プーちゃん、プジョー 307SW とディアブロ、で、ディアブロちゃん。で、バイクは今覗くとくね。で、車ね、レースカーはね、レースカー自体にね、所有権がないのよ。あっちゃんが買ってんけど、会社へ置いてある車、で、会社が今使ってる車っていうのもあるし、っていうのもあったり、で、車もね、抹消登録ってナンバーを国に返して、車体だけ置いてるやつはもう所有権がないのね。誰のもんでもない。その書類さえあれば、誰の名義でも変えられちゃうのね。だから、あっちゃんの所有権にあるのかどうかわからへんから、その辺はもう微妙やねんけども、あっちゃんの所有でね、数えるとね、多分ね、車が残ってるだけでもね、40〜50台あるかな、もっとあるかな、あると思うよ。はい。そうなん。だからね、レースカーなんかやったらね、だからその、どこまでが、だからその、あっちゃんの所有権にあるのかもわからへんけど、フォーミュラーカーもあるし、レーシングバイクもあるし、レーシングバイクでもね、そんな大きいのないけどね、ちっちゃいバイクしかないけども、あったりね、市販車改造のレースカーがあったりね、もあったり、スーパーカーが数台あったりね、ポルシェ2台あったりとか、ロータスがあったりとか、さっきもね、言ったけども、そんなんがあったりもするけどもね、アルファロメオとかね、あっちゃん結構ね、乗ってた車、運の嫌いな、すべて置いときたいタイプ、どっちかって言ったらコレクターなんよ。で、あっちゃんね、昔、会社やってた頃の夢がね、中村ミュージアムしたかったんよ。田舎やし、場所、広い場所買って、そこにあっちゃんの歴代乗ってた車全部展示したいなと思ってて、別に入場料取る気もないし、自己満で。だからね、乗ってる車売りたくなかった。もう今どうでもいいけどね、それでもやっぱりね、自分が乗った車は手放したくないなって未だにやっぱ思う。だから悲しいのよ、車壊れて、それを捨てんの。なんか前もね、ワーゲンシャラン乗っててね、ワーゲンシャラン日本に200台しかないね、すごい珍しい車やねんけど、それがね、
パワーステアリングホースの根元が折れたんね。で、パワーステオイルが漏れ出したの。で、それ修理するのに7万円か8万円ぐらいかかんねんね。ホース代だけで。で、どうしようかと思って、シトロエン、ピカちゃんに乗り換えてんけど、その時ね、置いときたかったんよ。置いときたかったんけど、何の役にも立たないし、乗らへんし、ジャーナルしと思って、解体屋さんに持って帰ってもらったんね。だクレーンで吊り上げられて、一番上にポンって乗せられて、ワイヤーでぐるぐるって縛られて、もう涙出たよ。うん、それぐらい悲しい。だから、あっちゃんは歴代乗った車を手放したくないタイプなんで。だからね、40、50台あると思う。もっとあるかもわからんな。バイク入れたらね、数えていったらね。こんな感じです。はい。うん、またね、歴代の車のお話はしたいと思ってんねんけどね。写真がないからどうしようか迷ってんねんけど。はい。そんな感じです。はい。で、次、ヨッシークリエイターさん。こんにちは、質問です。はい。いろんな料理動画を出していると思うんですが、あっちゃんが一番得意の自慢の料理は何ですか？もしよかったらその料理動画を出してくれませんか？あっちゃんね、得意で自慢料理ね、やっぱりね、本格的なイタリアで食べた、イカスミリゾットの下コピ。うん、お米からフライパンだーって、いるっていうか、炒めて、そっから、イカスミ、ね、高イカ、バラして、高イカの炭から作っていくイカスミ、ニンニク効かして、トマト入れてっていうのがね、得意やし、大好きな。たっためんどくさい。時間ね、なんぼ、30分、40分かかるし、生米からやるからね。で、イカサバックとこれたら40分で効かへんな。もっとかかるけども、もうそんなん。ね、そんなんが好きやねんけど、作るのも好きやし、得意やし、めっちゃ美味しかったね。で、ミキちゃんと二人食べてんけど、ミキちゃんと二人でもやっぱり、本格的美味しいなって言って、あの頃の味やなって話しとってね。それで、まあ二人で作ってん、最初。ね、それが今、あっちゃんも作れんねんけども、そのお料理がね、得意やねんけども、めんどくさいから作らない。あと、高いか高い。だから、よっぽどのことなかったら作らへんねんけどね。だから今のところ得意かな。あとね、ステーキ焼くのは得意。結構中レアで、いい感じに焼けるよ。こんな感じでございます。はい。またね、機会があれば、余裕があれば作ります。結構高いのよ、高イカ。いっぱい ?2000 円とか3000円するのかな、高イカね。なんか高い。そんな大きな高イカ使わんでもいいねんけど。はい。ということです。はい。猫マシウラさんの質問です。あっちゃんにプライバシー保護はないのでしょうか？体のことから地域のことまで世界発信 YouTube で言う義務があるのでしょうか？あっちゃんが YouTuber であっても家族のプライバシーは保護されるべきで、芸能人でさえプライバシーはあるのに全部晒す必要はないし、あっちゃんが嘘つく必要もないと思います。その通りです。嬉しがりが単なるつついてるだけ。ただね、その人たちも嬉しがりの人も単なる嬉しがってるだけやってあっちゃん思うから、本当のあっちゃん知ってもらいたいから、ある程度の質問には答える。でもある程度それ以上踏み入れられると切ります。はい。ありがとうね、猫マシグラさん。はい。CPJ さん、駄菓子屋は挫折したのですか？今までの作品はどのように保管してるんですか？飾っているのか見せてください。駄菓子屋のね、使うね、木工用ボンドをね、なくなったんよ。なくなったって、この前間違えて捨てたん。あれに入れたプラモデル、ちゅうか箱に入れたったんね、その空き箱に。間違えてその空き箱捨てたんよ。で、木工用ボンド買いに行かな、作られへんねん、続き。だから今、掘ってあんねん。だから途中、今、建屋ができて、中身まだできてへん状態で作ってないね。また作ります。木工用ボンドね、買いに行かなあかんから。で、木工用ボンドもね、100均のやつ、ボンドくっつき悪いから、ちょっと強力なやつ買おうか思ってんねんね。なんかホームセンター行かなあかんし、最近ホームセンター行く用事ないしね。なかなか買ってないね。またやりますね。挫折したわけでもないんだけどね。ちょっとやらへんかったら飽きちゃったかもわからへんけど、まあまあやりだしたらまた戻るでしょうっていう感じです。で、今までの作品ね、あっちゃんね、あんまり保管せえへんねん。大体ね、甥っ子にあったり、姪っ子にあったりね、近所のガキンチョにあげたりとかね、結構みんなにあげたりすんねん。ジャーナルし、あげたら喜ぶから、そんな感じで、あげることが多い。と、プラモデルとかは、ショーケースに飾るんだけど、朽ちていくん。だんだんね、バラバラになっていくんね。壊れていくから、ジャンクとして、またバラして、何かに使えるやつは置いて、いらんもん捨てていってます。で、ブロックとかね、崩れへんもん。なんぼかはお気に入りはそこの、テレビの上に飾ったりはすんねんけどもね。こんな感じです。で、この前からね、ペーパークラフトのドールハウスみたいなの作ってて、姪っ子にあげたしね。今度また甥っ子にあげるやつ作ってあげよう思ってんねんけども、そんな感じです。はい。
で、チューリップちゃん、チャオ、チャオ、あっちゃんに質問です。はい、あっちゃんが昔から好きなものってありますか？食べ物でも何でも OK です。教えてください。昔から好きなもんってね、あんまりね、そんなね、物とかにね、しつこく執着ってないねんけど、やっぱり長いこと考えてずっと好きなんてスーパーカーやね。やっぱね、うん、スーパーカーが好きで、変な話ね、あっちゃんぐらいの年代の人は、男の子も女の子もみんな一緒やねんけど、スーパーカーのブーム、第一次ブームが来た時ね、日本に車がね、普通の車しか走ってなかった時代に、真っ赤とか真っ黄とかね、水色とかのね、背が低くてうるさいね。それもね、日本にね、かっこいい車が来たんよ。全国展示にね。それを見た時の衝撃はもうすごかったから、あの頃ね、ズッキューンって胸刺さってから、スーパーカーは大好き。だから、あの頃の衝撃が今のスーパーカーにはないのよ。だから最近のスーパーカーはそんなにズッキューンときゃへんけど、やっぱり70年代後半のスーパーカーは胸刺さったから、それは好きです。うん。あと食べ物で好きなのはね、やっぱりメロンとかスイカが好き。うん。あとイチゴも好き。イチジクも好き。結局まあフルーツが好きです。はい。そんな感じ。うん。うん。あと何やろね。お人形さんとかも好きやねん。リカちゃん人形とかね。でもね、一時期ね、取り上げられたん。うん。こんなもんで遊ぶないって怒られてから、うん。表だって遊べへんし、買うことできへんねんけども、大人になってから何体かね、買ってね、お休みさせて、お人形さん好きやねん。あと、フランスとかの、フランスっていうかね、ヨーロッパのね、ビスクドールって言って、陶器でできた人形さんね、ジュモーとか。ジュモーって高で買われへんけど、ジュモーのレプリカとかね。だから、1700年代か、1800年代かぐらいのお人形さん。うん。アンティークの、ああいうのも好き。あれはね、ミキちゃんと結婚してから、ミキちゃんが教えてくれて、うん、こんなんあるんだって、アンティークドール博物館とか行って好きになって、2、3体買って置いてあんねんけどね。もう今ちょっとかわいそう。ミキちゃんとの寝室、今もう封印してあんねんけど、その寝室の中に3体、今ちょっといてんねんけどもね。ちょっとかわいそうやねんけども。で、今ね、こんなちっちゃいビスクドールをね、前ちらっと紹介したと思うんだけど、ミキちゃんと修理してあげよう言って、もうバラバラになってた子がおってんで、それがミキちゃんが、してあげるって言っててんけど、それ途中ね、道半ばに、ね、亡くなっちゃったから、続きまた やりたいなと思うんだけど、もうね、モチベーションが続いた時しかできへん。やっぱりお人形さんは命が宿るから、適当にできへんから、ほんまにね、もうこの子のためと思う時しかできへんから、今ちょっと予定つけてないねんけどね。うん、そんな感じ。いろんなもん好きです。うん。で、あと質問じゃないけどって、初期の頃の動画のあっちゃんより、最近のあっちゃんの方がずっと女性っぽくて、だんだん可愛くなってる気がするって。ありがとうございます。そういうとこだ、嬉しいです。はい。やっぱり YouTube でみんなに見られてるからかなって、これからも応援します。ありがとうございます。そうか、みんなに見られてるからかな。やったらもっともっと YouTube で露出しよう。みんなに見られて綺麗になるやったらもっと見てほしいな。はい、と思います。ありがとうね、チューリップちゃん。うんうん。で、うわさん、リアル、ネットなしでお付き合いした人数が気になります。男女とも。数えられへん。さっきもね、同じような質問あって、ずっとこう、タグっていってんけど、人数数えられへん。いろんな人と付き、うん。まあ、付き合ったって言うていいんかどうかわからへんけど、まあ、いろいろ付き合った人がいてます。はい。ネットで付き合ったんはね、知れてる。数人。うん。ネット以外で付き合った人結構いいよ。うん。で、男はね、付き合ったって言うていいんかなぁ。っていうレベル。さっきも言ったけどね。うん、でも数人には、やっぱ優しくもされたし、ね、一緒にご飯食べ、まあデートしたりとかはしたけど、うん、まあ男女ともね、まあ女の子の方が割合多いね、やっぱり。うん。ごめん、人数はね、数えられへん。両手より多いです。うん。ね、そんな感じです。前のね、質問のとこもう一回見てください。ごめんね。コルネチョコさん、あっちゃんたびたびごめんなさい。はい、あっちゃんの質問コーナーでリクエストしてあれなんですが、はい、これをやることによっていろいろ荒れますよね。ああ、質問コーナーでリクエストしておいてですが、これやることによっていろいろ荒れますよね。辛くないですか？いろんなこと聞かれて、その度に心痛めて、視聴者さん同士が対立するのは正直どうなんだろうと思いました。このコーナー立ち上げることでいつも心配になります。ありがとうございます。うん、あっちゃんもね、うん、あっちゃんの質問でいろんなことを聞かれて答えるのはまあまあいいと思うんだけど、それでね、視聴者さんにね、食いついてくるね、
反対意見を言ってくる人とかはね、ちょっとどうかと思う。うん、ノリハちゃん好きじゃない。だから質問コーナーでどうしようか迷ったりもすんねん。やろうかやらんとこうか。でもやっぱりね、質問動画してよって言ってくれるね、ファンの人もいてるし、質問動画の時やからこそみんなのをね、コメントにお答えできるっていうのもあるからね、やりたいっていう気持ちもあんねんけどね。やっぱりそこで、荒れんのはやっぱ悲しい。で、荒れる原因作ってるのはやっぱり反対論者の人やねんけども、反対論者は別にいいねん。ね。一回質問してくれて、答えて分かってくれたらいいねんけど、分かってくれへんの。同じことばっかり聞く人。で、それに対してぶら下がって、やいや言うがいや。そいつらがうざいだけで、うん。だから、ね、もうそういう人たちはね、今度からね、同じ質問する人は切っていこうかなと思ったり、承認制にしていこうかなとか思ったりもするんだけどもね。そうするとまた最初のね、あっちゃんのコンセプトと違ってくるから悩んでんね。だからあっちゃんねるまだ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 悩んで、いろいろ模索中だ。そんな感じやねんけどもね。うん、だから、うん、ほんま心配してくれてありがとうございます。うん、視聴者さん同士の対立がほんまね、正直あっちゃんも心痛む。あっちゃんに対してね、いろいろ聞かれててね、お前しつこいねんって言ってきた割やねん。もう家族のことにどこまでしつこんでくんねんって、もうふざけんなよでええと思うねん。ただ、そうじゃなくね、視聴者さん同士そこで対立するのがすごく悲しい。うん、だからね、うん、ちょっとね、質問動画どうかなって考えたりすることもあったりすんねんね。うん、なんです。うん、ありがとうございます。コルネチョコさん。はい。ということで、まだ16分。ちょっとね、今お母ちゃんから電話かかってきたから、ちょっと止めますね。はい、今日は何回もね、お母ちゃんのトイレ介護で止められるんだけど、どこまで答えたのか、何を答えたのか分からなくなってしまうんだけど、まあ。満月月夜さん、の質問ですね。次、はい、質問回答の時、あっちゃんはよく例え話をしますが、本題と微妙にズレがあります。はい、あります。はい、分かってます、自分で。で、例え話をしないと回答できないものですか？S&R ゲーム実況さんが同感です。例え話が例えになってませんから。あっちゃんね、例え話するの好きで、昔からこんな喋り方なのね、治りません。はい。で、例え話がね、わからんかったらスルーしてもいいし、まあ、好きに聞いてください。これがあっちゃんねるです。うん。で、逆に言ったらね、いちいちあっちゃんねるは、あっちゃんからの配信、一方通行の配信でいいのに、いちいちこうやって噛みついて、ああだこうだ言ってくるのをね、やめることできないですかってみんなやめないでしょ。うん。だからあっちゃんに、本題からずれた、微妙にずれた、例え話しないとダメなんですかって言われても、じゃあなんでそんな、例え話をやめないとダメなんですかっていう答えしか出えへんから、うん、結局一緒です。はい。あっちゃんが思うことも、満月清さんが思っていることも同じで、うん、人を変えようとするんじゃなく、自分が変わればいいだけのこと。だから、満月清さんにそんないい、いちいちそんなん気にすんなよって言うんじゃなく、うん、気にせずスルーして聞きゃいいだけのことです。ごめんなさいね。うん、だから、あーちゃん、例え話になってない例え話するの好きなのよ。だから、こういうね、喋りが好きなんです。はい。だから、あーちゃんに関西弁やめろっていうのと一緒。うん。ねえ、ね。染みついたあーちゃんの性格やと思ってくれたらいいかな。はい。です。はい。またね、満月、S&R ゲーム実況さんもね、同感ですっていう、ぶら下がりコメント言いません。はい。そういうのも、いらないです。はい。で、また満月清さん、下世話なこと聞いちゃっていいですか？オイル屋さんって儲かるんですか？やり方やね、どういうふうにやるか、ビジネスだってみんな一緒やと思うねんけど、まずね、全然儲かる、損するビジネスはしない。で、儲かるかどうか、ビジネスをね、儲けて当たり前やねんね。だから儲からへんことは、逆に言ったら儲からへんことはしちゃダメなんね。ビジネスでするんなら、趣味でするんやったらお金を使って損して楽しみを買ったらいいねんけど、まあ損してじゃないけどね、お金を払って対価として楽しみを買ったらいいねんけど、ビジネスっていうのはお金をもらって儲けて当然やねんね。だから儲からへんことはしちゃダメ。ただどんだけ儲かるかっていうのは、まあ人それぞれっていうか職業それぞれで、オイル業界は、うん、儲けようによっては儲かるし、やりようによっては儲からへん商売。あっちゃんはね、どっちかって言ったら、あれ誰か来たかな？ちょっと待ってね。
はい、ごめんなさい。今視聴者さんが会いに来てくれた。すっごい嬉しかった。なんかね、近くの人で、今日の夜のデザート持ってきてくれた。また今日の、今日のじゃない。この後、動画の方が先やからな。はい。まあいいや。はい。会いに来てくれて嬉しかったです。あちゃん、もうすごく嬉しい。もう本当ね、ファンの人に応援されて、あっちゃんネルあるからね、もう本当あっちゃん嬉しいです。ありがとうございました。はい。で、質問のコーナー、満月月夜さんのオイルのね、やり方によってね、商売って何でも一緒やねんけど、オイルってね、はっきり言って、日本のメーカー、あっちゃんが売ってるのはアメリカのメーカー、すっごくいいオイルなんね。で、ほぼ同等のもん、なんであっちゃんは日本製のメーカーを扱わへんかっていうと、まあ、いろんな、まあ、オイルの動画でも説明してるけど、いろんなことがあって値段が違うのね。だから日本のやつより半額ぐらいで売れるね。だから日本の値段の合わせて売れれば儲かるよね。はい。だからあっちゃんいつも3000ぐらいで売ってるオイルは6000ぐらいで売ってるオイルと同等か、まだもうちょい上かぐらい。だから6000、7000ぐらいのオイルと同等ぐらいの、まあ、オイルとしたら、それに合わせて売ったら儲かるのね。でもそれだと意味がない。なんでかって言ったらオイル、何でも物は何でも一緒やねんけど、適正価格ってあるから、だからね、仮にこの水筒が、これ、ニトリで1980円かな ?1000 円ぐらいで買った。でも、同じ、500ml の水筒でも2000円するやつもあるし、3000円するやつもある、5000円するやつある。スワロフスキーが巻いてあって10万ぐらいする水筒がある。全く使う飲むんやったら同じやんね。で、同じやねんけど、ニトリのは、ちょっとね、上蓋を閉めるときに、いがみやすいの。ぴったり閉めるときにね、こうネジをうまく閉めへんかったら、ちょっといがんでしまったりするんだよね。蓋どっか置いたかな。これが、こうまっすぐに、こう閉まるけど、これがね、あ、今閉まるな。こうなるときがあるのよ。だから、これがね、いつもね、量が使ってる、もう一つの、これよりちょっと黒い赤いやつあるでしょ、もう一個の水筒。あれは、もう目つぶって閉めたからすぐ閉まんのよ。あれは1500円かな ?1800 円かぐらいしたの。これのほぼ倍ぐらいするんで。だから、その性能を考えるとそっちの方がいいとか。でもただ、お家で飲むやったら蓋なんかいつも開けっぱなしで飲むから、こんな蓋いらへんからニトリで十分ですから、これで十分やったら980円、コストパフォーマンス高いでね。だそれと一緒で、なら、同じ水筒で5000円の水筒何が違うねんって同じやねん。ただメーカーが違うだけとか、製造が外国で作ってるか日本で作ってるかの違いとかだけやったら、それ買う必要ないでしょっていうのと一緒で、オイルもね、だから同じ性能、逆に言ったらレースとか使わへん、過酷に使わへんとか、3000キロできっちり買えるってなったら、そんないいのがいらへんから、やったら2000ぐらいので十分やんって、リッター2000ぐらいでいいやんって。ほんなら2000ぐらいと同等のもんやったら、うちのね、オイルやったら1,500円であるんやったら、500円ぐらいでも安い。だから、同じ性能よりちょっと安いからっていうことであっちゃん売ってんのね。納得いくから。でも、もっと極限を極めて、フリクションで抵抗を減らすためのオイルっていうのを求めると、1リッター何千円ってしちゃう場合があんねん。そういう場合、日本製のオイルにはないからそれが高いのがある。でもそこで、お客さんは何を納得して買ってくれるかっていうと、性能と値段のバランスで納得して買ってもらえるから、じゃあ性能よりも値段方が安かったらお得やから買ってくれる。だからその値段で売ってる。だからそんなには儲からへんけども、一回入れてくれると良さがわかるからリピートしてくれるのね。ほんだらリピートしてくれるってことは、オイルって消耗品やから、毎回毎回オイル交換で使ってくれる。その時に、あっちゃんあっちゃんって言ってくれる。だから数が売れていく。だから最初の頃は儲からへんけど、こうやって、ね、決まったお客さんがこう、ローテーションして買ってくれるってことは、固定客になってくれるから儲かるよっていうこと。でもそれで、一人に対してこんだけでも、いっぱい買ってくれたら儲かるよね。だから儲かりますっていう感じやねんけど、だからって、バカ儲かりするほどは儲かってない。バカ儲かりするほど値段つけりゃ儲かるよ。はっきり言って。そんな商売。うん。だから、はっきり言って、日本のオイルと同等の値段ぐらいに合わせて、もうちょっと宣伝費をこうかけて、売ったら、もっと儲かると思う。ただそれしたくない。うん。だから、あっちゃんは、細々と、そんなに買うの売らないで、そんなに儲けも取らないで、まあまあで売ったらいいやと思って売ってんね。うん。そんな感じです。うん。だからね、儲け用によっては儲かるし、やり方によっては儲からない。それがオイル屋さんじゃないし、ビジネスってみんなそんなもんなんです。うん。
だから今はね、ある程度の固定客さんがついてくれて、リピートで買ってくれてるから、家族3人生活してギリギリいけるぐらいまではもう生活費としてやってます。あとプラスアルファ YouTube でやってるんで、まあ今のところ生活そこそこできてますっていう感じです。だからね、オイルだけでごっつ儲かんねったら YouTube やってないかもわかんない。逆に YouTube でごっつ儲かんねったらオイル屋さん辞めてるかもわかんない。そんな感じです。うん。なんか結局生活できりゃいいやって、楽しみりゃいいやっていうレベルでやってるんでね。そんな感じでございます。はい。ひなまめさん、些細な質問だけども、参観日とか学校のイベントは普通に変わらず女性として参加してるんですか？いや、一応ね、一応やっぱりね、寮とか子供が生まれた頃は男としてお母さんがいて、お母さんと一緒に参観日行ってたんで、あっちゃん自営してたから結構時間自由やから、平日の参観日もみきちゃんと二人で行ってたんで、お父さんお母さん二人でいつも参観日行ってたんで、だから子供ちゃんは、あっちゃんは寮とか光のお父さんやっていうことを認識してるから、学校行事とかこの近所は一応親の目もあるし、あっちゃん別に目気にせえへんから、別にスカートでそこらうろちょろしてるけども、やっぱりそういう行事とか近所の人に目に触れるところは一応建前上男として参加してます。はい。で、学校側にはね、 GID のことちゃんと伝えてます。うん。学校には、学校の先生には、ホルモンのバランスが崩れてこんな体になってます。先生もやっぱりね、見て見ぬふりしてくんの、やっぱ目立つでしょ、もうこうなってきたら。だから目立つから、やっぱ見て見ぬふりするのね。だから逆に、それ辛いやろ。先生もきついやろから、自分から言った。ホルモンバランス崩れてこんな胸になっちゃったんですって。で、それだけじゃなく、心までやっぱ女の子になってきて、もともとやっぱりね、生まれつき女の子の心があって、こうでって。で、性同一性障害やと、あっちゃんは自分でこう思ってんねんけども、で、やっぱ子供の反面あって、やっぱ子供の友達いじめもあったらあかんし、こんなんで、一応学校の行事とかを男として参加させてもらうけども、これだけは隠しようないんですっていう話をしてんねんね。うん、ほんなら、ああ、わかりましたって、そういうね、やっぱの、聞きづらいこと、ね、自分の口から言ってくれてありがとうございましたって、小学校、中学校、両方とも言ってくれてます。そんな感じで、一応、言いにくい、聞きにくいこともこっちから話していかんとわからへんし、見てわかるからね、これはどうしても。うん。だから、そんな感じで、学校には伝えてあるけども、学校行事、近所の行事だけは、一応男の子として参加させてもらってます。はい。チャンネルのあちゃん、あっちゃんリクエスト、早口言葉、ジャズ歌手、シャンソン歌手を早口で参加言ってください。ちょっと練習させてね。ジャズ歌手、シャンソン歌手、ジャズ歌手、シャンソン、ジャズ言うともう、ジャズ歌手、シャンソン歌手、早口言葉苦手でございます。ジャズ歌手、シャンソン歌手、ジャズ歌手、シャンソン歌手、もうごめん、すいません。ごめんなさい。はい。はい、こんな感じです。はい、かえちゃん。あっちゃん、私はお寿司が大好きで、毎日でも食べられるぐらい好きなんだけど、あっちゃんは毎日食べたいぐらい好きな食べ物。メロン。ぐらいメロンが好き。あ、いちじくも好き。まあ、ほんまにフルーツは毎日でも食べられるぐらい好き。で、そんなわけにいかへんだけどね。主食で、ご飯で言うと毎日なのは、やっぱりお寿司かな。お寿司やったら毎日食べられると思う、あっちゃんも。で、お寿司の中でも何か一つのネタだけ一つ、毎日それしか食べちゃダメって言ったら、回転寿司のサラダ寿司。それもね、もうなくなったけど、奈良にあったポケット寿司っていうところね、の、あれが好き。海鮮サラダ寿司っていうの、シーサラダ寿司が好き。はい。で、かえちゃんもう一つ、業務スーパーとか行きます。はい。これからチャンネルで業務スーパーとかのおすすめ商品やったら教えてほしいな。それとアンチョビはどこで、あのアンチョビね、この前出したアンチョビ、業務スーパーで買った。あっちゃん業務スーパー大好きでよう行きます。うん。で、業務スーパーね、おすすめね、あんまりね、おすすめ買わない。お肉とかはね、あんまりね、その、やっぱり外国牛とかそんなんが多いでしょう。だからそれやったらね、ラムの方が安いからラムいっちゃう。うん。で、今まではね、業務スーパー安かったから業務スーパー行ってて、お肉とかもね、がっつり業務スーパーで買っててんけど、最近業務スーパーはね、買うの1リッター級の、ソースとかドレッシングとか、そんなんが多かったり、あと、とろけるチーズ、1キロのやつとか、うん、そんなんがやっぱメインで買う。あとパスタ。5キロで1000円ぐらいの、パスタ。あれ結構ね、まあまあいけんねん。あれどこやったかな、トルコやったかな、違ったっけな、とか変なとこで作って、変なとこ行ったらあかんけど、どっかで作ってんね、日本、あ、ちゃう、オランダやったかな、どっかで作ってんね、うん、外国のね。で、
あれまあまあね、好きでよう買います。うん、で、あと何やろ、海苔、焼き海苔、業務スーパーの焼き海苔好き。いっぱい入ってこのチャックついてるやつね、あれよう買います。またね、業務スーパー近いうち行くから、あ、近いうち買えるのかな、ピザソースよう買う。そうそう、業務スーパーのピザソースね、ケチャップみたいな入れ物に入ったやつね。あ、もうちょっと大きいの出してほしいな思うねんけど、うん、あれがね好きでよう使う。うん、ズバ抜けて美味しいわけちゃうけどね。で、あとサルサソースも業務スーパーで、ピクルスもね業務スーパーでこの前買って、まだ食べてないけどね、買ってきた。あとあんこあんこ、これぐらい入って190円なの。あれ買ってきてね、ぜんざい作ったり水羊羹作ったりするね。水羊羹、でっち羊羹ね、うん、そんなんとか好き。結構業務スーパー好き。また紹介します。はい、あとバナナ安いね。やお野菜も安いかな、業務スーパーね。あっちゃんの行くとこね、橿原店は結構好きです。はい。で、あゆみさん、ちゃお、質問じゃないけど、携帯画面なーに、私はクリスマスの近いでクリスマスツリーだよ。はい、ちゃお。あっちゃんね、携帯画面ね、恥ずかしいな、なんかいっぱいアイコンがあってデフォルトです。何も触ってないね。またね、変えます。前変えとってんけど、なんかね、iPhone に変えてから、使い方が全然わからへんから、何もやってない。音も変えてないねん。電話の音も最初からのデフォルトのまんま。で、子供が勝手にいろいろ変えて、触ってしようねんけど、あっちゃんあんまわからへんから、触ってない。てか、携帯苦手なんよ。パソコンばっかりやるから、携帯のこういう打ち込み苦手で、ね、あんま携帯触らへん。昔はね、好きで、携帯、前の携帯じゃない、ミキちゃんとね、結婚する前とか、結婚してからあたりぐらいの時は、携帯とか好きで、新しいの出たら、もうすぐ買い替えたりしたり、あとね、携帯ばらして色塗り替えたりとか、で、まだ、昔なんていうの？ガラケーの時代、ガラケーしかなかった、スマホがなかった時代は、ばらして、画面に、透明のビニールに印刷すんのね、プリンターで薄く。で、それを画面の間にかまして、画面変えてたこともあった。そんなことするぐらいアホみたいに携帯触ってまくってて、大好きやって。で、着信音も、いろんなね、着メロ入れまくっててんけども、でもほぼ毎日とか、2日2回とか変えたりとか、そんなことしてた。で、人ごとに着信変えたりしてんけども、最近も携帯めっきり何も触らんくなった。これ、カバーもつけてない。カバーもつけへんし、このね、トップガラスはね、NTT、じゃあ、NTT じゃん、ドコモで買った時に、ここのガラス、保護ガラスつけた方がいいよって言われて、じゃあつけるって言って、5000円かなんかする、高っとか言いながらつけて、あっちゅう間に、その保護ガラスが割れちゃって、わかるかな、わからんな。ガラス割れて、中割れてないんだけど、保護ガラスが割れてきてんね。でももういいやって、みたいな感じ。ポロ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 取れてくんね。もういいわ、みたいな。もうそれぐらい無頓着になってんね。もうダメです。な感じです。またでもね、画面変えようかな。うん。と思います。はい。だからね、ほんまね、YouTube のコメント見たりとかも全部パソコン。メールもパソコン。でも LINE がパソコンでできへんから、できんねんけど、やり方わからへんかってやってないから、やねんけど、だから LINE 特にね、もう見んのが辛いねん。返すのも辛い。ここでちまちまって気入れんのがすごい苦手になって。昔のガラケーはピピピピピピって押してできとってんけど、もうここのとこがすごい苦手なって、この方が楽やって見ないんだけど、あっちゃんダメな。ダメなんです。はい。で、次、ゆずこさん。あっちゃんは、年齢、あ、年頃のお子さんと出かけるときもフリフリのロリータ服を着ているようですが、お子様は服装に関して何も言いませんか？何も言いません。うん。で、嫌やったらついてきゃへんし、もしね、一緒にお出かけしたとしても離れると思うんだけど、いつもぴったりくっついてくるから嫌じゃないと思ってると思う、あっちゃんは。うん。で、失礼ですが、30代、40代の母親であれば、あっちゃんの着ているようなロリタ服はなかなか着ませんし、着ている方を見たこともほとんどありません。そうやね、普通はね。あっちゃん普通じゃないし、みんなね、ほんまはね、10代、20代の頃ってね、フリフリとか可愛い服着たかったはず。10代、20代がもうほんまにね、子供の頃って可愛いワンピとか、可愛いリカちゃん人形みたいな着飾った服が着たかったはずやねん。で、年いっていくごとに、それ着たいっていう気持ちが、失せてくんのね。
失せてくるんじゃなく、周りの目を気にして来たいのを我慢してるってあっちゃんは思ってんね。あっちゃんは我慢やめた。我慢することによって何のメリットもないと思った。だからやりたいことをやったら人生楽しいやん。だから楽しいことしてるだけなんです。だからね、あっちゃんと同じ考え方のね、人もいてんねん。やっぱりね、おばちゃんでもう50代になってもロリータ着てるおばちゃんもいてるし、うん、ね、おかまちゃん、おかまちゃんに怒られるな、ニューハーフさんとか、女装さんとか、でもね、あっちゃんと同年代の人でロリータ着てる人もいてるし、フリフリのピンキーな、ね、リズリサ着てる人もいてるし、うん、で、まあ、その人は女装さんやね。ニューハーフさんじゃないねんけど、女装さんやけど、いつもね、ってフリフリな着てっていう話しとって、よくそんなに盛り上がって話すんだけど、なんで着んのって聞いたら、楽しいってやっぱ言うねんね。うん、だから会社とかのストレスも発散するのに、やっぱこういう風が楽しいって、やっぱり常に我慢するのは嫌やって、やっぱりその通りやと思うね。会社とかって制服で我慢するとか、上司からの愚痴とか、嫌味部長みたいなのとかもおったり、嫌味な客もいたりするでしょ。そんなにストレス溜まるでしょ。どこで発散するのって、自分好きなことしたらいいじゃん。お出かけするとき、周りの目なんて気にする必要ない。周りの目が何かプラスになるかってならへん。マイナスにだってならへん。陰口言われたかって、ね、それが刺さるわけでもない。それに怪我するわけでもないでしょ。うん、だからそんなん関係ない。だからね、お母ちゃんにでも言うの。お母ちゃんが、おばあちゃんみたいな服着んのよ。茶色とか、グレーとか。だからもうババアやねんから、もっと派手な服着いって。うん、ババアになったら、服までババアになったら、心までババアになんねんでってお母ちゃんにはよう言うたんねん。うん。だから、年いったら行くだけ若くフリフリなのに着て、自分の気持ちを若返らしたら、心が肌も、ツヤも若くしてくれるってあっちゃん思うねん。だからね、おばあちゃんとこれな、60代後半、70代のあのおばあちゃん、おばあちゃん。でも、見た目すごい若い。50代ぐらいに見える人とか、ようテレビ出てくるやん。もうほとんどメイクやけど。うん、そうじゃなくね、まあ、メイクでやっててもね、そうやって気持ち若いっていうことは、やっぱり動きも若い。ダンス教室行ったりとか、カラオケしたりとかさ。うん、まあ、未だにね、80ぐらいになったけど、バイク乗ってるおばあちゃんもんだけど、やっぱり気が若い。格好も若い。だから、それでいいと思う。だから、年いって、切れないって思うこと自体が自分の心で、足かせ作ってるだけやってあっちゃうもん。だからそうやって着んねんね。似合う似合わへんなんてどうでもいいのよ。うん。だから好きなもん着んのがいいと思う。はい。で、あっちゃんは好きなロリータ服は一人でお出かけの時だけ着て、子供と出かける時はカジュアルな女性服を着るなど着分けたりしないんでしょうか。うん、ね、普通にカジュアルで子供と出かける時でもね、普通にカジュアルな時もあるよ。うん、ただ、ロリータ着たい時に着るだけ。別にいつも着て出たいわけでもないし、うん、今日はなんかロリータ気分と思って着るとか。だから逆に言ったらね、多く、多くはって分からへんか。近所のスーパーとか、業務スーパーとかね、ラムーとかね、あんなとこ行く時にロリータは着ていきません。うん。まあね、どっかお出かけした帰りにそれで寄ることあるけどね、わーみたいな顔で見られるよ、やっぱり。うん。それがね、多分ロリータをね、小学生が着てても、わーって見られると思うねん。そんなんでスーパー来るやついてないから。うん。で、気にしない。うん。で、この前もね、近所のロリータで遊びに行ってんけど、パンがなかったから仕方なく、夜11時過ぎに帰ってきたから、もう11時、12時過ぎか。で、お客さんもいてへんやろ、もうです。近所のセブン寄ったことあんねん。ほんだら、そこの夜入ってた人が覚えてて、で、この前ジャージで行ってん。なら、そっちのお仕事の人でしたかって言われて、どっちの仕事やねんって言ったことあんねん。いや、これ、仕事の衣装、これちゃう、この前着てたら仕事の衣装ちゃうから、言うて。多分ね、キャバ嬢か、ね、風情かって思われたかもわからへんけど、うん。いや、そんなんでコスプレしたわけじゃないねん、みたいなね。うん。まあ、そういう見られ方もあるんだな、みたいなこと思うけどね。ただ逆に言うと、遊園地とか、ね、観光地とか、そこ行くときに好きな、格好していくのはあっちゃん自由やと思うしね、楽しいやん。だからいいんちゃうかなって思ってやってんねん。だからこの前、去年かな、去年もあこ行ってきてね、金沢ちゃうわ、石川県の加賀かちゃうわ、あこ自動車博物館、石川県の小松降りたところのね、日本自動車博物館で、そこ行った時にロリータで行ってね。で、あと、観光地ちょろっと寄ったり、小松空港の方行って、飛行機の博物館子供連れて行ったり、お土産屋さん寄ったりしてね。
浮いてたよ、もちろん。でもいいねん、観光地やから、あっちゃんが楽しければ OK やから。だからロリータで車ビュー運転していくね。ロリータが車運転するのはおかしいねんけどね。まあいいねん、楽しければ。いや、鈴鹿サーキット行く時でもロリータとかで行くよ、全然 OK、 楽しいから。もちろん遊園地も、であとね、いろんな大きなショッピングモールとかその時も OK、 行くよ。ただ近所のスーパーね、ジャージとかでみんな買い物行くようなところにはロリータで行くのはちょっと違うと思うからね、そんなのは切り替えの時もあります。はい、何分ぐらい経ったかな、結構経ってるな。はい、ということで今日この辺で終わりにしましょうか。どこまで切ってどこまでつながるか、もう一人行きましょう。ファジアメさん、病院と参観日が重なった日は結局病院とオフ会に行かれましたよね。はい、11月に入って突然参観日が決まったと言ってましたが、学校の行事予定は決まっている、学校のホームページ、学校のホームページなんかあんのかな、見たことない。そんなん見たことないし、なぜ学校の都合で突然参観日が決まる、嘘をついた、嘘はついてない。子供が紙持って帰ってきた、これ土曜日これ参観日やねんって、いやこの日病院で詰まってるわっていう話になった。あっちゃんいつもね、学校の授業の、学校のなんだ授業ちゃうわ、学校の行事は子供からもらうプリントでしか確認してないからね、いちいち前もってそんな確認あんませえへんから、ホームページなんか見たこともない、あることすら知らんよ。で一年中の行事とか最初にそんなんくれたこともないね、だいたい1ヶ月行事、ちょっと見せましょうか。これがね、小田小学校の風車っていうの、こんなんが来るんだけどね、ここのとこにこれまだこの前もって11月30日発行やねんけど、だいぶ発行やから30日にもらってく、30日か12月の1日ぐらいもらってくんねんけども、それに初めて12月の行事予定が来んのよ。で、これ見てワオってなんねん、いつも。だから嘘はついてない。これが今ちょ、偶然今来たから、この目の前にあったからね、見せたけども、こんな感じなの。これで確認してワオってなんねん。で、嘘は、これだけじゃないと勘ぐってしまいます、嘘をついてもバレなければいいと思ってますか。あっちゃん嘘はついてないってさっきも言ったけどもね、あっちゃんね、人を騙したりとか自分をよく見せるための嘘は一切つかへんことにしてんねん。で、嘘はね、つかへんとは言い切らへん。それはお話盛るのと一緒で、人を楽しませるための嘘はつく、人を楽しませるために話は盛る、でも自分をよく見せたり人のことを陥れるための嘘は一切つかへん。これは神に誓ってもいいって思ってんねんね。それぐらいあっちゃん嘘は嫌いなんね。でも人を楽しませるための嘘はつくよ。先そこでな、宇宙人とすれ違うてんけども、なんで宇宙人な、ちゃお言うてくれてんとか、そんなアホみたいな嘘はつくよ。でもそんな、なんていうのかな、学校行事と重なったことを嘘ついたところで何のメリットもないし、なんだ、性同一性障害のこととかでも、他のね、ことぐたぐた言われてる、今までのコメントあった、もう嘘つき呼ばわりしてるやつらおるけど、あっちゃんはそんなことに対して嘘は一切ついてない。神に誓ってもいい。だからそれぐらい、あっちゃんは嘘ついてないです。それを嘘って決めつけて、あなた嘘ついてるでしょなんていうことが失礼やって、あっちゃん思う。だってあっちゃんの嘘は、嘘ついてるかついてないのか分かってんのあっちゃんしかいてないねんから。それを他人が嘘やっていうところで、ほんまに嘘なんか分かって言ってんのかなってあっちゃん思うからね。人を嘘つき呼ばわりするほど失礼なことはないですよ。はい。だから、嘘と思ったらみんな嘘に見える。だってさ、また、あっちゃん例え話好きやから、例え話するけど、車で、今やったらね、この前の、もう不謹慎かも分からへんけど、もうこれまで日にちたってるけども、暴走事故がありました。ね。で、とあるところに飛び込んで何人か亡くなりました。で、それは、運転手がブレーキとアクセル踏み間違えたんかも分からへんし、車の不具合かも分からへん。で、メーカーは一切不具合、そんなことありませんなんて嘘ついて、自分とこう美化したいかも分からへん。ね。そういう嘘は嘘やと思う。でも、それを、ドライバーがアクセル踏み間違えてんやろう、いや違う、私はちゃんとブレーキ踏んだったのに勝手に車が飛び出してんって、車の不具合かもわからへんんだけど、嘘つき扱いするっていうのは本当に分かってんのはドライバーしかわからへんでしょ。それと一緒でね、だからあと政治家でもそうやんか、
政治資金使ってるか使ってへんか、いや私は一切嘘ついてませんって、ほんまに嘘ついたのかついてんのか、その政治資金しか分からへんわけやんか。ですいません嘘ついてましたって言われたら嘘やし、いやほんまについてへんのに周りが勝手に決めつけて嘘つき扱いされてる人もいてる。そうやって冤罪っていうのは生まれてくるんでしょ。だから嘘なんてついてるかついてへんかは本人しか分からへんことやからね。うん、だからそれを知りもせえへん他人が嘘つき扱いするっていうのはすっごい失礼なことやと思います。これ世の中通用せえへん言葉やと思いますよ。はい、まああっちゃんやからね、そんなひどいふざけんなとは言わへんけどもさ、うん、まあそんなところですっていうことで、次田中美月さんかな、はいのところから、次回行きたいと思います。あ、みきちゃんでね、はい、田中美希ちゃん、はい、田中美希ちゃんの、質問に次回答えたいと思いますっていうことで、まだもうちょっと時間あるからもう一本続けて撮りたいと思います。頑張ります。ではちょっと待っててね。